俳優、アラダ・マッケンユー初のハリウッド映画主演作となる、ハリウッド版、セイント・セイヤ、ナイツ・オブ・ザ・ゾーディアック、ナイツ・オブ・ザ・ゾディアック、現代のメイキング映像が、3年ぶりに現地開催された世界最大級のポップカルチャーの祭典、サンディエゴ・コミコン・インターナショナル2022で現地時間23日、世界初披露された。会場は鳴りやまぬ拍手と大歓声に包まれた。2023年、日本を含む全世界で公開予定。ある、本作は、2019年のネットフリックスで視聴数ナンバーワンを叩き出した、ウィッチャーの制作総指揮兼演出のトメック・バギンスキーが監督を務め、アクション監督を、シャンチー、ゼン・リングの伝説、やジャッキー・チェンのスタントで有名なアンディちゃんが担当。さらに VFX を、マトリックス・レザレクションズ、や、デューン・デューン・砂の惑星、ジュラシック・ワールド、新たなる支配者、などハリウッドのそうそうたる超大作を手掛けるドネグが担当している。ある、さらに、キャストには主演の神殿のほか、ショーン・ビーン、ロード・オブ・ザ・リング、シリーズ、ゲーム・オブ・スローンズ、や、ファムケ・ヤンセン、X-Men、シリーズ、らが脇を固める。原作は発行部数3500万部を超え、アニメシリーズが世界中で人気となった、車田正美原作、セイント・セイヤ。今回、世界初解禁となったメイキング映像には、鍛え上げられた肉体でアクション練習を行う神殿の姿やワイヤーアクションシーン、キャストたちの談笑姿などが収められている。ある、メイキング映像を彩るのはあの、ペガサス幻想。日本の配給は東映が、中国以外はソニーピクチャーズワールドワイドアクイジションが行う。主演、アラタ・マッケンユーコメント。皆さんこんにちは、真剣優です。僕は、新作映画、ナイツ・オブ・ザ・ゾーディアック、で聖夜役を演じています。今、南アフリカのケープタウンで撮影中のため、コミコンに参加できなくて残念です。ナイツ・オブ・ザ・ゾーディアックは素晴らしいキャストと監督、そして最高のスタントコーディネーターであるアンディ・チャンアクション監督のディレクションのもと、ものすごいアクションシーン満載のとても楽しめる映画になっていると思います。バル、アディソン、アイズマン、ディエゴ、チノコ、トメック、バギンスキー、監督、ハンディちゃん、アクション監督、マットとジョシュ、脚本家、そしてこの企画を実現させたプロデューサーの池澤さんと共に、楽しい時間をお過ごしください。映画をみんなに見てもらえるのをとても楽しみにしていますし、その前に、まずは今日はこのコミコンでのパネルを楽しんでくださいね。次はぜひ皆さんと直接お会いしたいです。それではまたね。